よし、じゃあ先に進んでいきましょうか。お？なんか上を見てたぞ。まあいいか。ここでムービー入って。Give me a moment, please. お、エクスカリバーのパーツだ。あ、ちなみに Next Generation モードっていうグラフィックの設定はオフにしました。途中でフリーズしちゃったんで、さっき。はい。お、ついに完成するのか、エクスカリバーが。おー、イエー、おー、イエース。Reforged。 おお、最強の武器ゲットじゃないか、これは。壊れてるけど、もしかすると。うん、なんともなかったね。いや、でも開いてるかもしれないよ、扉が。おもちゃじゃない。これはお宝なんだよって。ん？あ、開かないぞってことね。エクスカリバーになってる。お、使えるんだ。すげえ。デビルメイクライみたいに戦えるのかな。そんなわけじゃないか。一発しか撃てないんだね。なるほど。こういう感じね。ビームを発射する感じね。なるほど。無双できるじゃん、無双。ちょっとリワードワイ、どこだワイ、リワードワイ。もうこれゴールでしょう、もう。さっきの部屋に絶対ゴールドリワードあるってさ、あるってさ、もう分かって、あ、こっから壊して出るのか、なるほど。エクスカリバーで壊すのか。え？だよね。いや。あれー。あっと、しょうや。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。そしてあそこの部屋に。早すぎた、ジャンプするのが早すぎたよ。ちょっとね、リワードワイって感じなんだけど。え、よし、行くぞ行くぞ行くぞ、今度こそは。ちょっと急ぎすぎない、焦りすぎないようにして。今私たちは分かったよ、分かった。私たちは今知っている、なぜアーサー王はキングになれたのかと。なぜアーサーはキングになれたのかと。よし、今度こそはタイミングよく行くよ。よっしゃー、オッケーオッケーオッケー、いけた、いけたぜ。え、オッケー、Going back to Bolivia。 え、これゴール？マジでゴールドリバードを獲得できなかったぞ。はい、もしもし、どうも。このネパールでね、リワード集めしてるんですけど、ブロンズとシルバーは最初の方に、まだ行ってない場所があって、あっさりと取れました。で、あとゴールドが全く見つからなかったんですけど、ちょっとなんかね、見ちゃ、カンニングしちゃって、ちょっとカンニングしちゃったんですけど、ここ周辺にあるよっていう情報を得て探したら見つかったんですよね。で、
ね、とんでもないところにありましたね。しょうもないところにありました。超しょうもないところに、ここです。こんなところにね、置いとく？こんなところに置いときますかね。こんなところにリワード全部獲得しちゃいましたよ。今もう全然あの遺跡の中とか全く関係ないところにありました。遺跡に行く全然前ですよこれ。そこにね、なんでこんな場所にリワードがあるんですか。ちょっとそんなの分かるわけないじゃないですかみたいな感じなんですけど、しかも取ってもなんか達成感があんまりないっていうね。こんなしょうもないところに、崖のところに、雪の氷山の崖にねあるっていうね、しょうもないねところにリワード置くなんて、ね、せっかくのネパールのステージなのによって思いません？ちょっとこんな中盤でゴールドリワード。イングランドはまあ中盤だったんですけど、イングランドもゴールドリワードだね、中盤だったんですけど、イングランドはあの結構ね、結構なんでしょう、あのゴールドリワードを取る過程がね面白かったですね。ボタンを 1,2,3 と押していくっていう、それで秘密の扉が開いてゴールドリワードゲットっていう感じだったんですけどね、イングランドは。それはすごいね楽しかったんですけど、ここは全くしょうもないところにありましたね、本当ね、ちょっと残念でした。しかもすいませんでした、あとすいませんでした ね、あのちょっとチートというかチーティングしちゃったんで、うん、ちょっと攻略サイト見ちゃったんですよ、ちょっとすいませんね。まあこんな感じです。こんな感じでまあ、リワードセーブしときましょう。全部ゲットしたんだよね。はい。では、ありがとうございました。